大家好，我是 Lacrima Christi 和 Librarian 的 Taka， 我爱台湾。リブライアンの音楽のスタイルは自由奔放で、本当に素敵なギタリストであるヒロの作曲で、ね、あの先の読めない展開というか、5分の中にもとてもプログレッシブで、起伏の激しい、起承転結の激しい、仕上がりになっています。1曲でもすごく楽しい、1本の短い映画を見ているような気持ちにさせられるんですけれども、その曲がたくさん並ぶとですね、本当に素敵な、本当に素敵な世界が広がっています。リブライアンは、日本でも日本語で歌っているんですけれども、きっと台湾の皆さんにも、気に入られると思っています。そして、リブライアンはリリースを台湾で行います。こちらの方は台湾バージョンということで、日本で発売したものとはまた少し違った形でリリースということになります。ぜひ、手に取ってくださいね。リブライアンは、台湾でライブをしたいなと思っています。リリースする計画もあります。リブライアンの曲をとってもいい曲なので聴いてください。そしてそちらでライブをする際にはぜひ遊びに来てくださいね。リブライアンのボーカルのタカでした。じゃじゃん。